はい、というわけで本日の動画なんですけれども、以前告知いたしました大田区のミーツニューソリューションの方に私お邪魔させていただきました。そちらの報告動画とさせていただきたいなと思います。と言いますのも結構面白いベンチャーさんいましたねということで、そちらをね、全部というわけにはいかないんですが、いくつかご紹介したいなと思っております。はい、まあその展示会の中でね、私も少しは講演という形でおしゃべりさせていただきましたが、結構こうなんだろう、格式の高い壇上といいますかに上げさせていただきまして、ちょっと貴重なね経験させていただきました。はい、では早速展示会でね、個人的にね面白いと思った企業さん、ベンチャー企業さんを取材しておりますので、そちらの動画をご覧いただければと思います。そして以前こちらの最新版の部品を削っておりました一脚の現状も最後の方に少しだけ紹介させていただければと思います。というわけでいきたいと思います。ツイッターで拝見しております。はい、どうも。これ畳めるバイク、畳めるバイクっていう名前だった。畳めるバイクっていう名前の謎の箱でございます。謎の箱、はい、これ僕あのおもちゃの頃から、うん、あ、本当ですか。ツイッター見てました。なるほどなるほど。けど、うん、いつの間にか実写化、そうなんです、はい、していると。もともと実写も作りたかったんですけど、僕がもともとおもちゃメーカー出身のデザイナーだったんで。おもちゃメーカー、はい、まあ、トランスフォーム、トランスフォームってするあの例のロボットがいると思うんですけど、はい、なるほどなるほど。そうですね、まあ、別に隠してるわけじゃないですけど、一応そのロボットとか作ってて、まあ、変形するギミックはすごい好きだったので、まあ、それをなんか乗り物に取り入れないかなと思って作ったのがあのおもちゃの試作だったんですね。で、実写にしました。実写になりましたと。これは、はい、売ってるんですよね。これも売ってます。年末から、はい、あの2023年末から出荷しております。はい、おいくらぐらい？このぐらい、50万円ですね。意外といける。意外と、はい、あの一応民生でやっぱり普通の方に買ってほしいために作ったので。なるほど。やっぱりその高級品にはしたくない。むしろ駐車場代がかからない乗り物って考えたら安いんじゃないかっていうことなので。わ、はい、かりました。じゃあ早速、はい、はい、じゃあ変形します。はい、今真四角ですね。ここから何やらプレートが出てきました。伸びましたね。はい、ここからハンドルが出てきます。はいはい。慣れてる。すごい慣れちゃったんですよね。はい、でこんな感じで、はい、できました、はい、ということで畳めるバイクの名の通り、あのさっき畳んでた状態なんですけど、はい、まあ、これで電動バイクになりまして、これはあの行動走行可能な原付一種の電動バイクになってます。ちょっと触らせて。あ、ぜひ乗ってみてください。むしろ、はい、あ、結構普通に乗れるように。しっかりしてる。はい、あの結構タイヤのサイズとかも一般的なスクーターと同じサイズなんですよ。あの折りたたみっていうから、うん、この折りたたんだ部分のたわみみたいなのが感じるかなと思ったんですけど、うん、むしろちゃんとサスペンションも入って、カッチリしてる。カッチリしてる。そこ結構自信持ってやっています。そうですね。ありがとうございます。ここがスマホの充電。そうですね。普通に USB させるようになってますね。はい、こいつの充電は？こいつの充電はですね、ここの中に。ちなみにこのパネル簡単にこうやって付け外しができて、好きなデザインにこう切り替えができるんです。パネルもいろんなデザインで、はい、できるんです。ここですね。で充電ポートここにあって、ここら辺からこうコンセントでぐさっと挿すような感じですね。はい、なるほど。これがそうです。ここにポートがあります。ぐさっとで普通のコンセントから。ここはバッテリーが入るんですか？バッテリー実はここの中に入ってるんですね。はい、ここは変形の時に空いた空間で、まあ、半ヘルメット、小さめのヘルメットくれたらその中ストンと入るくらいです。走行中は空いている。走行中は空いている。畳むとなくなる。ただあのお買い物中にキャベツくらいこう入れてもらって、で帰ったら取ってから変形しちゃくしてほしいなって感じですね。はい、卵とかを入れてると、そうですね、忘れて閉じちゃうと。卵は大変ですね。一応防水は取れてますけど。なるほど、はい、走行中のスペース、ね、そうですね、はい、でこれもちょっとものづくり的には特徴的なのが、金型を使ってないんですよね。金型使わず 3D プリンターとか板金だけで作ってるので、それであのこのような構造になっています。なのでミニマムロット数十個から作れるんですよ。ああ、そういうバイクで多分他にないんじゃないかなと思ってて。数十個のバイクを1台50万っていうのは、うん、金型作ってたらできない、はい、できないと思います。金型で数千万かかっちゃうんで、割り算したら絶対に赤字ですよねっていう。あと金型使ってないんでデザインも変えやすいんですよね。だから割とこうオーダーメイドみたいな個別の生産にも耐えやすいっていうのがあります。興味のある方はぜひね、ぜひぜひこちらに QR がありますんで、はい、ホームページまで見ていただけるとありがたいです。もう一個いいですか？こっちも。あ、いいですよ、はい、あの実はですねこのバイクですね、あの500円のガチャガチャが出ております。あ、はい、より買いやすい。お子様でもワンコインで買っていただけるバイクが。ガチャガチャっていうことシリーズ何個かあるんですか？そうですね、あのこれ第1弾はもう販売完了してまして、第2弾がですね
こういうふうに変形するものがですね、ちょうどあの2月の中旬頃から全国のガチャ売り場とかホビーショップで売ってますんで。全国？はい、全国の普通 のガチャガチャで出てるんですよ。あ、本当ですか？一般的に出てます。はい、なので数万個くらいは世の中に出ているので、ぜひ見つけたら、はい、探してみたい。物作り好きな方には結構響くように作ったつもりなので、はい、回してもらえると嬉しいです。みんな探してください。はい、ぜひ畳めるバイク探してみてください。はい、変形できます。ですね、こんな感じで同じように変形できますので。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、あそこに機体があるんですけど、ドローンのベンチャーさんでやってますか。はい、ベンチャーです。どれぐらいやってますか。今7年目。7年目、そこそこキャリアが積み上がってきたというところで、はい、実際ドローンがあるんですけど。どういった内容のドローンですね。我々はですね、屋内 その GPS が届かないような環境といわれる天井ら、配管、ボイラーの中っていうところをですね、人の代わりにドローンが点検しております。なんか労災の起きそうな気配のするところを、はい、あ、そうですね、行くと、はい、こいつがドローンが人の代わりに、はい、なんかぶつかりそうですけど、はい、壁とかにぶつかりながら進んでいく。ぶつかりながら、あ、ぶつからない特化ではなくて、はい、ぶつかりながらでも行ける。そうです、ね、なるほど。ちなみに飛ばせるんですか。はい、私は飛行できます。あ、できます。じゃあちょっと見させていただきたいなと思います。はい、じゃあ飛ばします。はい、お願いします。あ、よく見るとバンパーみたいなのがしっかりと、プロペラガード、はい、しっかりと、はい、おー、ぶつけたらどうなるんですか。あ、ソフト壁に今ぶつかったけど、なんか致命的に姿勢が崩れたりはしないですね。そうですね、はい、飛んでいるところの映像が、まあ、ここに、あ、私が映ってる。この映像を確認しながら操縦できると。そうです、はい。なんかかわいいな。どれぐらい飛行が可能なんですか。バッテリー1本で今11分。あ、11分。これは長いんだか短いんだかなところなんですけど。ここまで小型のドローンで11分は長い方です。なるほど。小型だとバッテリーの量が制限があるから。そうですね。はい、それでも11分は確保していると。そうですね。なので、まあ、実際の現場ではバッテリーを10本ぐらい持っていただいて、交換しながら点検するっていう。なるほど、なるほど。まあ、ここの配管1本に対して、まあ、何分。バッテリー1個みたいな感じで。そうです。被災地の家屋内状況とかを、はい、撮影して。家屋内崩れた？崩れてしまった、はい、家の中をこのドローンで、はい、なるほど、ドローンなんですね。そうですね、ドローンで、はい、撮影して。なんかイメージ的にはこうキャタピラのなんかこういうイメージだったんですけど、ドローンも活躍する場があると。そうですね、瓦礫の中ですとやっぱりそのローバーとかが入れないとか、はいはいはい、で余震も続いているので、そもそも人も入れないとかね、ので、はい、そういった狭いところをドローンがくぐり抜けながら、障害物をくぐり抜けながら、はい、撮影して、で、まあ、そういった撮影したものをですね、まあ、罹災証明の発行にのエビデンスとして使っていただけるっていう。撮影したデータっていうのはドローンが持ってるんですか。ドローンが持ってるんです。なんかいろいろ活用がされそうな。そうですね、はい、そして今後中長的には人が行かなくても自動でドローンを飛んで撮影してっていうところを将来目指していきたいなと思います。なるほど、ありがとうございます。はい、というわけで、これは月面に行くやつですか。あ、そうですね、月面探査車を開発しております、はい、どうやって月面に行かれるんですかね。こちらがですね、最初のミッションではスペース X のロケットに乗せまして、こちらのインクジブマシーンズっていうアメリカの月面着陸機を開発している会社があるんですけど、こちらの月面着陸船に乗せて月まで運んでもらうと。なるほど、スペース X、はい、スペース X は月に行くんですね。月に行くロケットもあります。なるほど、それに乗せてもらうですかね、はい、そうですね、選ばれたっていうことでいいんですか。そうですね、もう選ばれたっていう面もありますし、あとはまあこちらからちゃんとこう輸送費を支払って乗せていただくっていうような。なるほど、あります、輸送費は払う必要は ある。そして審査に合格する必要もあった。そうですね、何でもかんでも乗せてもらえるわけではないので。なるほど、やっぱり厳しい審査をクリアして、ちゃんとしたクオリティのものでないと月にまで運んでもらえない。なるほど、じゃあ
そこまでは分かったんですが、月に行ってこれは何をするミッションかなんかあるんですか？はい、そうですね、今年一発目のミッションとしてはこの月に送ってまず走りますと、地球からリモートで操縦します。そしてカメラがついてるんですけど、ここで写真映像を撮ってそれを地球に送るというようなところ、はい、こいつがそれだけの電波を発することができるんですか？はい、これがですね、あの着陸船経由で地球と通信をします。なるほど。これがまず通信をして、ここにデータを一旦送って、で着陸船が地球と通信すること、そこで、ね、じゃあその着陸船は別のアメリカの会社が制作しているということで、はい、そこら辺の連携も含めてやっていくと。そうですね、じゃあまあせっかくなんでちょっと動かしてもらっていいですか？はい、あ、じゃあデモ機用の、はい、あそこ、あ、今引っかかってたなと思ったんですけど、カメラが常に前方を見る、はい、引っかかっててもなんかこうちょっと前転したみたいな感じで、操作はこんな感じと、はい、ちなみに月に行く予定はどれぐらいになるんですかね？月に行くのが、今ロケットの打ち上げ待ちなんですけど、はい、一応今年の3月打ち上げ予定っていうふうに。あ、そんなスケジュールなんですか？そうですね、ただ、まあ、やっぱりロケット打ち上げ延期ってよくあることなので、はいはい、そうですね、そこのスケジュール次第、ね、なるほど、適宜何年後とかそういう話かと思ってるんです、はい、もう迫ってるんですね。迫ってます、はい、あ、なるほど、楽しみにしてます。ありがとうございます。ちょっと声かけいただきまして、はい、ちょっと有名人なので、画面だけだとちょっと分かりにくいんですが、はい、何ですかこれは？これは、町工場向けの生産管理システムです。生産管理システム、はい、しかも町工場向けの。そうです。もう町工場の方が使いやすいように特化させて作ってます。はい、まあ、だいたい理由は分かるんですけど、はい、教えていただいていいですか？はい、なんで町工場特化なのか、はい、まあ、生産管理はもう古い業界なので、はい、もういろんな企業さん作ってる企業さんいらっしゃるんですけど、はいはい、とにかく多機能で複雑で使いづらいんですよ。で高いっていう、 そうなんですね、そこがネックなんですよ、はい、で特に人数少ない企業さんだと入れてもペイできない、使いこなせないっていうのがすごい多い。もう本当に聞いた話だと 10% も使えてないですみたいな、はいはい、インタビュー結果とかも全然出てるので。そう、高い補助金とか頑張って書いて入れて 10% も使えない、はい、この流れだと大体わかるでしょう。はい、安いですね多分。安いですね、はいはい、いくらぐらい？これはイニシャルは、イニシャルというか一番ミニマムで3万円から使えます。月々3万円から使えます。一番ミニマムで3万円、はい、これはわからん人にはわからんかもしれないけどめちゃくちゃ安いです。これは破格ですね。めちゃめちゃ安いです、はい、そのまずユニットで何百万みたいな、はい、システム構築やります、いろいろできます、はい、1000万ですってザラなんですよ、はい、3万円から18中だけ3万円から、もう本当に必要な機能だけに絞ってシンプルに使いやすく作ってるんで、はい、基本的に多分入れてもらえばすぐ使える状態になってます。町工場に特化して絞ってるっていうことなんですけど、はい、一番重要なところとして何ができるんですか？デジタル化の一歩を安価に踏み出せるっていう、そのファーストステップが踏みやすいっていうのは一番大きいポイントだと思います。なるほど、はい、じゃあ一番の受けがいい機能としては、受けがいい、もちろん一番企業さんに受けがいい機能は、あの品質の管理の機能がありまして、で、まあ、製造業の方なんで、まあ、不良は絶対起こるじゃないですか、はい、ミスは起こると。起こるからね。絶対起こるんですよ。起こるんですよ、はい、その不良ゼロって、ね、はい、ないですからね、はい、絶対ないですから。でじゃあその不良に対して今現場でどういう風なオペレーションを捉えてるかっていうと、不良を起こしました、報告書書きます、ファイルに閉じて棚にしまっとくなんですよ、はい、耳が痛いこれって本当にただ書くことが目的になって全然会社の資産に溜まってってないんですよね。そこを僕たちは、あの不良対策シートみたいな書いたやつがちゃんと生きるってことですか？はい、そうです、まあ、スマートフォンで実際の作業をされる方は操作するんですけど、はい、この例えばどの工程が終わったみたいな作業実績を報告するじゃないですか。そのタイミングで不良を発生しちゃった時に登録ができるんですよね。例えばこう不良ありっていうふうに押すと、どんな理由で何個不良を起こしたみたいな、そういうの登録できて、その場で写真も撮れるんですよ。なるほど、今パッと見た感じ UI がめっちゃいい、はい、もうスムーズな流れでいける、はい、そうです、その場で登録できるので写真撮ってピッて登録するじゃないですか。そうすると何が起きるかっていうと、
この報告書みたいなのが自動的に作られて、次に同じ製品が来た時に過去に起こった不良を全部バーって出してくれるんですよ。あー、なるほど。そうすると、まあ、人が変わった時とか、もちろん同じ人でもいいですけど、前回この製品ではこういうことで失敗してしまったと、こういう不良を出してしまったから、製品ごとの不良もそうです、もうパッと管理できる、パッと管理できる。なので次の作業者がどんなことに気をつけないといけないのかっていうのが一目で分かるので、なるほどなるほど、同じ不良を二度と起こさせないっていう、そういうのをコンセプトにしています。なるほど。これが品質の目玉。そしてもちろん裏側で理由ごとの集計だったり、あとはまあ管理者向けにはこういうどの人がどれぐらいの不良をどの理由で出してしまったかっていうのを分析できるのでちょっと怖いけどねこれはもちろんあの管理者だけとかに全然できるので、そうすることで、なるほど、はい、あの町工場みたいな企業でもどういうところからまず対処していけばいいのかっていう優先順位がすぐつけられるんですよね。なるほど、はい、考えてみてほしいんですけど、こういう管理の人を雇ったら、はい、1人頭まあ20万とかはかかる、最低20万はかかりますね、かかるって考えていただくと、はい、ソフトの導入がミニマムで3万円から、3万円からです。やばいよこれは、やばい。で、はい、さっき話聞いてた不良を登録するっていうのも、はい、まあ、できるだろうっていうところで、はい、おそらくこの製品の工程を登録していくっていうのもできるってことですよね。そうです、はい、そうです、そうです、まさにこういう感じで工程の進捗の管理もできます。相談して、会社名をお聞きしていいですか？はい、株式会社ドラムロールと申します、はい、よろしくお願いします、はい、お願いいたします。ありがとうございます。完璧です。こんななんか撮影してもらえると思わなかったはい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、基本的に大田区のベンチャーさんが大田区の展示会に出展していたという形なんですが、大田区という非常に特殊な地域柄とでも言いますでしょうかを垣間見ることができた展示会となっておりました。はい、と言いますのもね、皆さんが展示会場にあった壇上の上に登られてですね、おしゃべりされている時にですね、現状に至るまでにこんなプロセスがあったよとか、はい、こんな苦労があったよみたいなお話を聞かせていただいていたんですが、大田区という非常に特殊な地域、まあ、まずそもそも町工場が結構たくさんありますよねみたいなところと、大田区がですね、その地域の強みをうまく引き出そうというふうに試みているというような、なんというか、まあ、ものづくりに関して官民一体となっている地域というふうに感じることができました。はい、あのそもそもね、まあ、町工場がたくさんある中でのその町工場をそのベンチャーさんに紹介したりとか、あるいはベンチャーさんがその資金を得るために銀行さんを紹介したりとか、非常にね、一体感のある取り組みが感じ取れたかなと。珍しい、はい、非常に珍しいと思います。いろいろとね、融資断られていたけれども、大田区の何々銀行さんが融資を決定してくれて今がありますみたいな紹介が各社から聞こえてきたりですね、非常に、なんというか、あ、こんな感じで官民一体となって、新しい技術に取り組んでいるんだなと、はい、まあ、言うたらですね、アウトプットされる例えばドローンとか月面探査機とか、はい、折りたたみバイクとかっていうのがありましたけれども、それは確かに真新しい技術なんですが、それを支えるのは既存技術だったりするわけですよね。既存の製造技術だったりするわけなんですが、そこがうまくミックスされてですね、もちろん資金面でもミックスされてですね、非常にこう、なんていうか、新しいことをメーカーとしてやっていくにあたって、大田区という地域は非常に面白い地域だなというふうに感じました。はい、はい、というわけでね、まあ、大田区の方もおっしゃっていたんですが、もし何かやりたいけれども、何かこう力になってくれるものがないし、どうしようかなと思っている方は、もしよろしければ相談いただければというふうにおっしゃっておりましたので、まあ、何か立ち上げようと思っている方、一度大田区という地域も視野に入れてですね、ちょっと検討してみてはいかがでしょうか。はい、はい、というわけでですね、最後に私のプロジェクト、はい、皆さんのプロジェクトに比べたらですね、まあ、非常にささやかな小さなプロジェクトなんですが、私もプロジェクトをやっておりますよということで、こちらの一脚試作しました、はい、ネジ式で伸縮そして固定するというような一脚を試作しておりましたが、今まさにそのカメラが載っている最新の一脚の方にちょっと触れてみたいと思います。ツツツツツツツイッと、今撮影しているカメラはこんな感じとなっております。はい、そして非常に剛性が高い構成となっておりますので、このようにアームを突き出しても倒れることはないですし、こんな感じでですね、ライトをマウントしても余裕がある剛性と、旧一脚でもね、
固定しつつどういった状況なのかっていうのを見ていきたいなと思います。はい、ご覧の通りですね、まあこんな感じなんですけれども、今までネジ式だったところがクランプ式となりまして、レバークランプ式となりまして、ネジ締めなしでご覧のように伸縮が可能になりました。はい、そして非常に余裕のある剛性となっておりますので、少々トントンしたところで、はい、全然ね揺れが収まらないなんていうことはないというふうになっております。はい、こちらのパッケージでね販売しようと思います。4月ぐらいを目処にやっていきたいなと思っております。はい、私もこれを試作したことによってですね、まあ、メーカーの大変さというのを少しね、まあ、少しですけれども少し体験することができたなと思います。こちらの一脚の試作を例えば削り出しの部材とかをね外注していたら、多分この一脚ができる頃に試作品だけで 2,300 万ぐらいお金かかってたんじゃないのかなと。まあ750万の機械を買っておりますので、800万だったっけちょっと忘れたけど、まあ700万ぐらいの機械に加えて2300万ぐらいのツールも買っておりますので、まあじゃあ200万払っとった方が良かったんちゃうかみたいな、300万の試作品を払っとった方がええんちゃうかっていうところも分からなくもない、うん、そういう理屈も分からなくもないんですが、まあ大変だね。まあどっちにしろ大変だね。はい、まあ何かを作るっていうのは本当大変なんですよ。何かを作るっていうのは本当に大変なものですから、やはり地域を選んだりとか、パートナーを選んだりとか仲間を選んだりとか、はい、まあ、非常に大事なポイントでございますので、今なんとなくベンチャーなんだみたいな、なんとなく大手メーカーなんだみたいなところを思うところにもですね、まあ、いろいろ背景があるっていうことですね。はい、それを成し遂げるためにいろんな努力がされてきたと、いろんな折衝がされてきたということだと思います。はい、大田区のミーツニューソリューションという展示会ではですね、大田区が主催しているんですが、普段ね日の目を見にくい企業ですよね。製造業というのは非常に日の目を見にくいということで、大田区は独自のね、企画でですね、まあ、こういった点で優れていたっていうところを表彰したりとかね、なんかこう積極的に製造業を取り上げている地域だなというふうに感じることができました。まあ、紹介したベンチャーさん以外にもですね、まあ、いろいろな企業さんの発信がその展示会であったんですが、なんて言うんでしょうね、その大田区だからこそ成し得たものっていうのも非常に多かったんではないでしょうか。なんていうか当事者だけで頑張るだけではですね、まあ、今の時代なかなか形にしづらいのかなと思います。そういった点でですね、大田区が製造業というものに関してバックアップをしているというところはですね、非常に珍しい地域だなと思っているところですね。はい、というわけでね、今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいました、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。